自然に売っていくみたいな感じの流れを作るのっていうのはある程度ですねポイントをしっかりと理解していないとなかなかねうまくいかないっていうのがあります。自然に売れるっていうのが、どういうことかっていうことなんですけれども、人っていうのがですね行動を起こす、原理原則みたいなのがあるんですね。それは何かっていうと、はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回は自然に売れるカウンセリング2つのポイントということについてお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですねエステ王子のサロン経営ノウハウ、それからですね日本一のエステ技術、こういった動画も上げておりますので、ぜひですねそちらの方を見ていただきたいなというふうに思います。はい、ということで自然に売れるっていうのがね今回のテーマなんですけれども、そもそもですね例えばカウンセリングがあまり得意ではないとか商品を売るのが少し苦手みたいな風に思っている方ってですね、この自然に売れるっていう風になったらすごく嬉しいなっていう風に思ってるはずなんですね。でもなかなかこの自然に売れるとかね自然に売っていくみたいな感じの流れを作るのっていうのはある程度ですねポイントをしっかりと理解していないとなかなかねうまくいかないっていうのがあります。それで今回ねしっかりね皆さんにこの2つのポイントをお伝えしていきますので、ぜひね最後まで見ていただきたいなと思います。それでですね自然に売れるっていうのがね、どういうことかっていうことなんですけれども、そもそも人っていうのがですね行動を起こす、原理原則みたいなのがあるんですね。それは何かっていうと、まずはですね悩みがあるっていうこと、それから目的があるということですね。この2つっていうのがまずですね条件なんですね。悩みがなければそもそも皆さんですね何か行動を起こそうとかっていうふうな気分にはならないと思うんですよ。特に悩みがなければストレスもないし不満もないわけですから、特に今の生活を変えたいとは思わないんですね。ということは行動を起こさないと。でもう一つはですね目的とか目標なんですね。目的や目標がなければ皆さんですね本当に何かこうね今の自分の行動を変える、生活を変えて何かね努力しようとか頑張ってみようみたいな風に思うってことがないんですよ。でこれは一般の方もう誰でもそうだと思うんですね。なのでエステサロンに来られているお客様もこれは同じなんですね。エステサロンに通おうかなとか、頑張って綺麗になろうかな、痩せてみようかなみたいな風に思えるかどうかっていうのは、そのお客様が悩み、そして目的、この2つがあるかどうかなんですよね。で、カウンセリングで重要なのはこの悩みの顕在化っていうことなんですね。でおそらくですけれども、エステサロンに来られているお客様っていうのはカウンセリングシートにこういった悩みがありますよとかですね、こういう目的で来ましたみたいな風に書かれることが多いと思うんですけれども、ただですね実はこの今のお客様っていうのはエステサロンにですねなんか悩みをですね本当に真剣に考えてなんとか改善しようと思って来られている方ばかりではないということなんですね。要はなんかふわっとエステサロンに来られていると、綺麗になれたら嬉しいなみたいな感じで来られているお客様が非常に多いんですよ。でこういうお客様って実は自分の中でも悩みが何なのか、どれぐらいの強さの悩みなのか、普段どんなことに悩んでいるのかっていうことがですね自分の中でも顕在化されてないんですね。なのでこの悩みの顕在化っていうことがまずねすごく重要なポイントなんですよ。で悩みの顕在化をしていくことによって、あ、自分は本当はこれで悩んでいたんだということをしっかりと認識するようになるんですね。この認識がないと次の行動には絶対移せないんですよ。なのでカウンセリングの中ではこの悩みの顕在化をさせていくための会話の流れ、質問が重要になってくるわけですね。それからもう一つですね、今度は目的っていう話をしました。でその目的の明確化です。なんとなくの目的があるっていうレベルだとなかなか人って行動には移さないんですね。なのでその目的をどう明確化してあげるか、これがすごく大事なんですね。はっきりとした目的、目標がですね、例えば3ヶ月後、半年後、こういったところに、焦点を当てて、目標、目的ができれば、それに向かってエステを頑張ってみようとか、このサロンに通い続けてみようっていうような気持ちになっていくわけなんですね。なので、この悩みの顕在化と目的の明確化っていうのがすごく重要なポイントになるんですよ。
なのでこの2つをね、まずはしっかりと会話の中で取り入れていくっていうことがね、重要なんですけれども、じゃあ具体的にですね、どんな風にして悩みの顕在化をして目的の明確化をしていけばいいのかっていう話なんですけれども、まず悩みの明確化なんですけれども、まあ簡単なんですが、例えばお客様が悩んでいて、いつからお悩みですかっていうのを一言質問してあげると、そうするとですね、お客様は、いつからかなっていうふうにまず考えるんですね。で、考えた末にですね、あ、そうだ、1年ぐらい前かなっていうような、要は思い出しをするんですよ。で、そうすると、私はですね、1年前から悩んでいたんだなっていうのがお客様の中で整理されてくるわけですね。で、その時に例えば、その悩み出したきっかけって何ですかみたいな話をまた聞いてあげたりするとですね、そういえば、買い物に行った時の試着の時に太ももがとかですね、例えば朝起きた時に鏡を見た時になぜかシミができていたあの瞬間があったとか、なんかね、その時の姿を想像するんですね。まずこれが、まず悩み、自分が悩んでいたことに気づかせる一つのポイントなんですよ。で、それからもう一つはですね、今現状でお客様っていうのはどんなことに困っていて、どんな時にストレスを抱えているのか、どんな時になんか不満があるのかみたいなことを聞いていくということですね。例えば、今のお悩みがあることによって一日の中でどんな時に気になりますかとかですね、どんな時にストレスを抱えますかみたいなことを聞いてあげると、そうすると、まあ朝起きてこんな時にとか、例えば通勤の時の電車に乗っている時とか、同僚とね、会った時とか、まあそういったいろんなシーンでのですね、お悩みだとかストレスとか、まあ不満とかね、そういうのが出てくるんですよ。そうするとお客様っていうのは、それ自分でね、発するわけですから、お客様はその発したことによって悩みがあったんだなっていうことを理解するんですね。はい、自分の悩みを顕在化して意識化していくんですよ。まずここができていないと、人っていうのは次のステップ、行動に移すためには、行動に移せないってことですね。で、その悩みが出てきたら、今度は何が必要かっていうと、目的の明確化ですね。じゃあそのね、お悩みがあって、そのお悩みをいつまでにですね、今度はいつまでに解決したいのか、悩みを解消したいのかっていう話を聞いていくと、そうするとお客様は、そうですね、3ヶ月後かなとか、2ヶ月後ぐらいまでに改善されたら嬉しいなみたいなことを多分ね、おっしゃる方多いんですよ。そうするとお客様に対して、ね、3ヶ月後なんですねと言ってあげて、じゃあね、3ヶ月後になぜ今のお悩みを解決していなきゃいけないのかを聞くってことですね。それがね、結構重要なポイントなんですよ。3ヶ月後になぜ、ね、今のお悩みが解決してなきゃいけないのか、なぜ3ヶ月後に今のお悩みが改善されていると嬉しいのかを聞いていくってことですね。そうするとお客様って、例えば友達と旅行に行くとかですね、それからですね、まあ、結婚式があるとか、それから同窓会があるとかですね、まあ、そんないろんなね、理由があってお話をしてくださるんですね。それをしっかりと聞き出した、そうすると悩みの顕在化ができて、その悩みを解消したいというふうに思ってくださって、いつまでにっていうね、目的、目標、そういったものができるわけですよね。そうすることによって、この悩みをどういうふうにして解決すればいいのかっていうことを考えるわけなんですよ。で、そこにですね、エステサロンでこんなことをしていったら、その悩みが実は解決していきますよっていう提案になるってことなんですね。なので、まあ、例えばカウンセリングでね、最初お話しましたけど、カウンセリングでこうお話をして契約をするのが苦手とか、商品を提案するのが苦手っていう方っていうのは、実はこのお客様の悩みの顕在化と目的の明確化ができてないんですね。で、こういうことに悩んでいて、こうなりたいんですね、だったらこれをやられたらいいんじゃないですかっていうのは、いわゆるこれは自然の流れなんですよ。自然に提案するってことなんですね。で、自然に提案するためには、お客様の悩みをしっかり理解して、お客様の目的をしっかり理解するっていうことがね、すごく重要なポイントになってきます。今日はね、簡単にこの2つをお伝えしましたけれども、この2つをしっかりまず理解するっていうこと。まあ、ここにプラスアルファするようなね、テクニックっていっぱいあるんですけれども、それはね、また今後のね、動画でね、いろいろとアップしていきたいなというふうに思ってます。今回はですね、特にこの2つ、悩みの顕在化、それから目的の明確化っていうのをね、ぜひね、お客様とのカウンセリングの中でやっていただけると、自然と提案ができるようになります。そうすると、お客様も自分自身が悩んでいる、こういう目的を持っている、あ、だったらこれをやろうかなっていうふうに、自ら行動を起こしたくなるように、進んでいくわけですよね。
なのでこれができていくと、まあ、今回のテーマであるですね、自然に売れるカウンセリング、こういうことができるようになっていきます。はい、それができれば押し売りっていうふうに思われませんし、ね、なんか営業されてるっていう感じも出ないっていうことなんですね。なので自然に売れると、はい、ぜひですねこの2つのポイントを皆さんのねサロン営業の中でカウンセリングの中で試していただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。ね、少しためになったなというふうに思われましたらぜひ高評価お願いいたします。それからですね、今回の動画に関するですね質問感想などありましたらぜひコメント欄にお願いいたします。それからですね、今後またね皆さんに有益となるような情報動画をねたくさんアップしていきたいというふうに思いますので、ぜひねチャンネル登録をお願いいたします。ということでまたお会いしましょう。